まず分析の初めによく使われる器具の名称と形状を確認します。器具にひび割れや欠けがある場合は使用しないでください。また使用方法は器具に添付された取扱説明書などをよく読んで正しく使用してください。次に器具の目盛りの読み方を確認します。壁面は壁に接する面が引き上げられて半月型のメニスカスと呼ばれる状態になります。不評の目盛りを読むときはメニスカスの上縁を読み、メスシリンダー、ピペット、ビュレットの目盛りを読むときはメニスカスの下縁を読みます。分析で正確な数値を出すのに必要ですのでしっかりと確認してください。ここで使用する試薬には市販品と自分で調整が必要なものとがあります。市販品をそのまま使って良いものには市販と、調整が必要なものには調整と表示しています。それぞれよく確認してください。またこれからの実験操作にあたっては劇物や危険物の取り扱いに留意するとともに、怪我や事故のないよう十分に注意して行ってください。